お、ティーバックの美女がいきなりワゴンの後ろに登り出した。走ると言っても車で走るのか。プリッと可愛いお尻が丸見えだ。お、ワゴンの後ろに立った。うん、うん、うん、あ、ふっ、わー何を見たのか特大員。なんとそのティーバック美女は車に飛び込んだ。どうだったら旬だこの車は。実はこの車、レンタルウォーターギア。車の中に水を止めて走ることができる夢のプールカーなのだ。ティーバックで街を走る噂の美女とは、プールカーを乗り回すティーバック美女のことだったのだ。実際の車のように運転操作をしなければならないが、水の抵抗があるため、か弱い女の子には少々きついらしい。それでも、街中で開放感を味わえるプールカーは、やはり最高の気分だそうだ。乗っている彼女たちは気持ちいいのは当たり前。周りから見てもとっても気持ちいいよか。彼女たちはまるで楽園の熱帯魚ちゃん。この車、水漏れを防ぐために通常のドアは開かず、出入りは天井からだけ。そして車の隅々に完全防水加工を施してあるという優れものなのである。ใจทองบ้างซีเล็กทูน่าไขมันต่ำซีเล็กทูน่าเถอะครับでスイカを回させるというのだが、テーブルに放したアブに少女が手を掲げた瞬間、我々は超びっくり。少女がアブの頭上で指をゆっくりと回すと、なんとアブが仰向けにひっくり返ってしまったではないか。これはまさに魔法のようだ。そして少女が身にスイカを乗っけると、くる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 スイカを見事に回し始めた。器用に手足を使い、楽しそうにスイカを回すアブ。さらに少女は他のアブを取り出しテーブルに置いた。そして得意の魔法を使って次々とアブを仰向けにすると、今度はアブが4匹と同時にいろんなまずいものを回し始めたぞ。アブを操る少女は華麗なアブのサーカスを見事に作ってしまった。